たわけです。申し訳ないです。先にドアアップしましたんですけども、今日は久々の水動画やりたいと思います。今日はうなぎ、うなぎを食べます。これ山椒ね、いただきます。うまそう、柔らかい。うまい。うまいな。毎日が栄養のいっぱい詰まったいい食品ですよね。何でこんなにいいさって言うと、今血液検査で評価貧血だって言われまして、ヘモグロビンがすごい下がって言われて、急遽うなぎにしました。焼き肉でもいいんだけどね。で、皆さんにご報告があります。先日、花粉がまた見つかりまして、肺腸がん、喉ですね、喉がんで、今気管切開してるんですけども、3回目のがん告知ですよ。うまくしゃべれないのも多分この咽頭がんのせいだと思います。で、今後どうするかというと、6月入ってすぐに抗がん剤治療を受けます。これは、手術の前に少しのがんを小さくしようということで、やるんですよ。手術は6月の末に予定されています。で、その手術の内容なんですけども、喉と喉の声帯とか全部取っちゃいます。だもんで、取った後はもう一生声が出ません。ミュージシャンのツンクと一緒ですね。もう喋ることはできません。声がもう出ないでね。そういう思うとね、手術はしたくないです。肺腸がんというのは、あとは非常に悪いみたいで、僕はステージ3なんですけども、この辺生存率は、まあ 50% なんですよね。まあ幸い、調べた結果、喉以外にがんはなくて、リンパにもがんはいってなくて、手術は可能だということで、できますということで、ここで、つんくじゃないけど、地図道を選ぶことにします。話しなくなるのはすごい辛いですけど。
最初ね、主治医に医者に声をなくすのは絶対嫌だ、抗がん剤で対応してくださいって言ってたんですけど、抗がん剤も効けばラッキーみたいなところはあるから、他に転移もしてない状況だと、やはり手術で喉を摘出するのが一番かなと思って、生きていればね、こういう美味しいもの食べられるんですから、これも買いました。今練習します。まあそうですね、なしだと思いますからね。昔はね、子供の頃は漠然に俺何歳で死ぬんだろうなと思ったんだけど、大体70歳とか80歳で死ぬんじゃないかなとは思ってましたけど、そんな期待はせずに、もっと早い状況になったとしても満足しきるように食べたり飲んだり好きなようにしたいと思います。これまで、ね、つい先日まで1ヶ月ほど入院してたんですよ。まあ窮屈ですね、入院はね。だからまあ、今も精一杯楽しみたいと思っています。まあね、来月の終わり頃に入院するんですけど、嫌ですね、ほんと。次の入院も1ヶ月かかります。ですが2回やって運動がやって3度目の掃除やな、3回もガンって言われて、もう慣れたっていうか、もう好きにしてくれって感じですよね。やることはやりますけどね、それでダメなんでしょうかね。そう思ってます。これはないわね、どうにもならないから。今までよく言われたのは、死ぬのは病院か自宅で死ぬのはどっちがいいって言われていますけど、
これはもう病院だとずっと思ってたんですよね。でもね、病院で僕行っちゃうのもね、ちょっと寂しいかなと。家族行って、家で亡くなるっていうのも、いろいろ大変なことがあって。ここで出ることは、あと入院とか手術が立て続けにしますし、手術したら話せなくなりますんで、生がけの人とかは喋れないとね、できないから黙ってみんなの作品を見てます。今困るのはね、入院さ、もう面会禁止ですよね、コロナの影響で。家族にも会えないし。私でも決まった職員しかできないしね。でも本当に他の臓器転移しなくてよかったと思います。うなぎうまっ。これもね、一緒に言うから食べるんですよ。明日は焼き肉を食べてもらいます。思いっきりね、悔いのないようにいっぱい食べて体力をつけたいと思います。今日のうまいも美味しかった。それでは皆さん、今までいろいろ応援ありがとうございました。まあすぐに死ぬわけではないので、10年後、20年後も生きてると思いますけど、話せなくなったらね、何もできない。これしかないよね。はい。まだ練習は必要ですね。それでは、今までいろいろありがとうございました。たまでもこれから頑張りますので、皆さんも頑張ってくださいね。ごちそうさまでした。